今回初の試みで、アテレコを踊っていう形で、ヨーキーの顔カットをやっていきたいと思います。前回の、顔のカットよりも、長い子が来てくれたので、短くバッサリと、丸いカットにしていきたいなと思います。でもう早速切り始めてますけど、目頭のカットを先に、最初にやっていきます。まあ、目の周りはねスッキリした方が、飼い主さん喜ぶ方が多いので、まあ、結構短めに、撮ってあげた方が、喜ばれるかなと思います。目頭を切り終わったら頭の上、目の上かかるところを少し、切ってあげるんですが、ハサミの角度には結構気をつけていただいて、で、まあ、これ目頭ですね、目頭の前のあたり、鼻の上のところを、少し丸くなるように、切っていっています。そして、耳の前の毛ですね。耳の前の毛は、切らないカットもあるんですけど、まあ、基本的に丸くちっちゃく作るんであれば切ってあげた方がやっぱり小顔になっていくので、切ってあげた方がいいかなと思います。耳の前が、すっきり切れたので、今度は頭の後ろを、ある程度体に馴染むようにまず切っていって、あとは耳の毛をどんな感じにするかによって、ちょっと切り方変わってくるとは思うんですけど、この子の場合はそこまで、耳にこだわりがない子なので、まあ、首のラインと、頭のラインとしっかりと後付けをしつつ、短く切っていきます。で後ろがある程度切れたところで、耳の、まあ、後ろの部分が切れてるので耳の上のところを、すっきりと顔の形がどれぐらいのサイズになるか調整しながら、切っていきます。でこういう耳の前の上側ですね、切るときは特に耳がこうピョンって前に戻ってきやすいので、注意しながら切ってあげてください。でこの、プードルと違うハサミの入れ方をしてると思うのでここはちょっと注意してほしいんですけど、ヨーキーとかマルチーズとかは、毛の向きに流れに沿って、ハサミを当てるように、気をつけてください。そして上がある程度長さが決まってきたのでまあ、顎下とか、耳の、下側ですよねを、丸くなるように見ながら、切っていってあげてください。これで輪郭がかなりでき始めてきているかなと、思いますが、これで注意してほしいのは、奥行きを出さなきゃいけないのでハサミの、これも角度なんですけど当て方とか向きとか、気をつけてあげないとハサミの跡が残ったり丸みが、横からの丸みがなくなったりとか、立体感がなくなってしまうのでその辺注意しながら、やってあげてください。
基本的にハサミの当て方は、毛の流れ向きに沿って、当てるような形ですね。で顔のサイズ感とかは、1回で決めて切るというよりかは、ある程度のサイズ感を出した後全体的に切って微調整するっていう感覚の方がやりやすいのかなと思います。でこの口先のところを切るときは特に舌が出ないようにというか、出ないタイミングを見計らって切るとか、ちょっと犬との呼吸を合わせながらやってあげてください。内側のカットはちょっとやりにくかったりすると思うんですけど、自分の体の位置を変えたりとかしながら、切ると思うんですが、自分の体の位置を変えたからといって、反対側の、立体感を崩さないように切らないといけないので、その辺をちょっと考えながら、切っていきましょう。多分ここで難しいのは多分この角っこというか、目尻の下斜め45度というか、ここの、とんがりというか、この辺がすごく難しい位置だと思うんですけど、ここは何度も、すきばさみを使ったりとか細かい作業をして、微調整、微妙に切りつつ調整していくようにカットすると、うまく決まりやすいのかなと思います。かなり形が出来上がってるんじゃないかなと思うので、あとはここで、どこから見ても丸くなるようにイメージしながら、微調整を、していきます。耳の形とかも、考えながら耳の下の毛を切ってあげないと、後でなくなっちゃったみたいなことも、ありえたりするので、ちゃんとカット内容も確認しつつ、ギリギリのところは切るようにしていきましょう。少し切り残しというか、ちょっと残ってるなっていうのをところは確認しつつ、全体的に整えていって、仕上げていくような形になります。
キーマルチーズはやっぱり直毛で切りにくい、ハサミの跡が残りやすい犬種にはなるので、向きとか角度とか、気をつけながら、頑張って切ってあげてください。こんな感じに仕上がりました。